ゲームセンターには良くない人がいる。だから潰そう。その結果、本来なら社会の排斥の受け入れ先がなくなってしまった。そこには問題もあったが、違うものもいる。一緒くたに社会的に切り捨てられた結果、そこ、が要するに、引きこもり、それへと。事実として、この、状態では、社会は利益を発生しない、不平等だからだ。しかし、それ、をなぜ、今をもっても抑止できないか？独裁制、それを捨てるのはなんだか。ステージのアイドル、それが歌い始めるとき。発生する、何か、の幻夢。夢のような、理想が具現化したような、そんな魅惑の時間、に対して今のシステムは、独裁者を崇めないでください、そう断罪する。一体何が悪い？しかし、その向こうでは、そのアイドルが、キモい、そう感じる人々は、やがて世界そのものから、出ていけ。